小学生手挙げただけで横断歩道渡れると思うな。どうもサイコです。はい、今日は、京都大学に通うサイコの平日の過ごし方を紹介していきたいと思います。今日の日付は12月21日月曜日です。月曜日は一番平日なんで、いい平日の過ごし方が見られるんじゃないかなって思います。この日は多分11時ぐらいに起きましたね。いつもは2時とか3時とかに起きてるんで、午前中に起きるのはちょっと珍しいかな。今日はコバと、後輩と3人で昼からラーメン屋行く予定あるので、ちょっと早めに起きたって感じですね。まあ、さっき月曜日って一番平日な日って言ったんですけど、僕さえこの時間割的にはまあ一個も授業入ってなくて、まあ、今日は昼飯食って学校でちょっと勉強して買い物して、まあ帰って飯食ってみたいな感じの一日になるんじゃないかなって僕は予想してます。まあでも人生何が起きるかわからないんで、楽しみに見ていただけたらなと思います。着替えます。よいしょ、これやりたかっただけ。はい、ちょっと遅れ気味なんですけど、まあ、コバが時間通りに来ることほぼないんで、あ、でも今日は後輩もいるか、ちょっと時間設定ミスりましたね。はい、ちょっと急いで行きます。はい、これが京大の目の前の交差点、100万弁っていうところですね。有名です。もうラーメン屋の前にはもうコバと後輩が待っております。急ぎます。すいません、ちょっと現金がなかったんで、ゆうちょで下ろそうかなって思ったら、 ATM がこんなになってました。これ写していいやつかちょっと分かんないですね。はい、はい、3人でラーメン焼きました。ラーメン食べます。1日の野菜はこのほうれん草で完結します。はい、美味しくラーメンもねいただいたところで、まあ、時間あるんで図書館で、まあ、数学の課題でも終わらそうかなって思います。おっぱいは静かにしたいとコバが申しております。今のは多分空耳っすね。はい、図書館着きました。結構綺麗な図書館です。図書館着きました。これいっぱい図書館にチャリあって、京大生勉強熱心なんかと思いきや、これ8割が放置自転車ですね。行きます。今回は僕が1年生の時に単位落とした微分積分の課題をやっていこうと思います。はい、手元にねこんなに参考書いらんやろって思ってる方もいると思うんですけど、僕はまあこれ全部使います。数学の課題がなんか問題を解いてこいみたいな課題で、分からない問題があった時に似たような問題を探すためにこの量の参考書を用意してます。やっぱ大学生になってもね、楽しく学ぶ微分積分みたいな参考書には惹かれちゃいますよね。楽に勉強できればね最高なんでね。こんな感じでまあ2時間ぐらい勉強しましたね。課題も終わって、まあ、帰ろうかなって思ったら、コバさんが爆睡してましたね。マジで一緒に勉強する相手を選んだ方がいいと思います。授業ないんですけど、ちょっと僕がいつも勉強してるとこ紹介しようかなと思って、物理工学科棟に来ました。入ります。いつも勉強してる教室にちょっと潜入しようとしたんですけど、今日授業ないんでやっぱ空いてなかったっすね。撤退します。ちょっと小腹が空いたんでね、ちょっと僕のお気に入りのお菓子を買おうと思っていつもの100円ローソンに来ました。とりあえずそのまんま風船ガムとこの30円かつ正式名称を知らないですけど、あとはもうペタグーですね、今流行りの。ID でお願いします。ちょっとカッコつけてスタバ行こうと思って近くのショッピングモール来ました。そこでね、家の電球が切れてるのを思い出してエディオンに電球買いに来ました。ちょっと前まで全然手に入らなかったスイッチもね、もうエディオンで買えるとこまで来ましたね。なんか電球ありそうなとこ来たんですけど、なんか電球っぽいものなかったですね。あ、小判地にはないバスルームですね。あ、すいません、電球ってどこにあるか分かりますか？僕電球ってどこですかって聞いたんですけど、
来て見てみたら便器のとこでした。大学生普通便器買わんやろ。もう一回店員さんに聞き直してちゃんと電球コーナー来たんですけど、自分家のサイズが分かんなかったので結局買うのはやめました。はい、念願のスターバックスカフェに到着しました。発音間違えてたらすいません。僕コーヒー苦手なんでスタバではダークモカチップフラペチーノしか頼んだことないです。スタバでちょっと動画の編集でもしようかなって思います。まず一つ謝らないといけないことがあります。YouTube をやってるのに MacBook じゃなくて申し訳ございません。まあでも1回戦の時はね、よくこうやってスタバで勉強してましたね。マジでこうするのがかっこいいと勝手に思ってましたね。1回戦の時はもう飲み干しちゃいましたね。僕こういうのすぐ飲み干しちゃうタイプなんですよね。グミとかも開けたらすぐ全部食べてしまうみたいな、ちょっとずつ食べるとかちょっとずつ飲むとかができないタイプですね。5分ぐらいしかね編集してたら近くになんか大学の挨拶するか迷うぐらいの友達が来たんで、ちょっとフードかぶってバレないようにしときます。やっぱ気になってね集中できないなと思ったんで帰ろうと思います。もう外出る頃には真っ暗になってましたね。今日冬至なんで。はい、無事家に到着しました。いつも家に帰ったらすぐに手洗いうがいほふく前進してから部屋に入ります。部屋に着くや否やすぐ携帯をいじってますね。僕は基本家にいる時は常にこの机で過ごしますね。勉強する時も携帯いじる時も YouTube 見る時もだいたいこの机ですね。今これ多分昨日の M1 をもう一回チェックしてるところですね。僕の笑いのセンスは多分もう漫才とバラエティかなで形成されてると思います。特にバラエティ番組はめっちゃ見ますね。この世界にバラエティ番組なかったらもう多分奈良の大仏ぐらい僕思んなくなってますね。そろそろ普通にお腹空いてきたんで外に晩ご飯食べに行こうと思います。僕は 99% 外食でほとんど自炊はしないですね。今日はどこに食べに行こっかな。いつもはほとんどラーメンですね。だいたい行きます。晩ご飯食べに行こうと思ったんですけど、この前友達にビールをかけられてクリーニング出してたダウンを取りに行きます。初めてクリーニング出したんですけど1日で新品みたいになって帰ってきました。今日は吉野家に来ました。あ、すいません、牛丼並みの A セットでお願いします。ドレッシングはごまドレッシング、和風でお願いします。浪人時代は毎日このセット食ってたんで、マジで思い出の味ですね、これは。野菜もしっかりとります。しっかり夏休みの勉強時間23分だったことを思い出した顔してますね。はい、家に帰ってスタバでできなかった動画編集の続きをやろうと思います。いつもはこんなにテキパキしてないんで、多分この動画も1日ぐらい出すの遅れてコバに怒られる未来がちょっと見えてますね。編集もきりいいとこまで来たんで、こっから風呂入っていきたいと思います。あ、いつもは風呂入る前に歯磨きしてます。そうすると風呂入った後にはもう何もせんでいい感で満ち溢れて最高な気分になれます。はい、シャワーだけなんですけど風呂から出てきました。風呂出たらすぐに化粧水と乳液だけはしっかり塗ってます。そっから適当に髪の毛乾かして、もうあとは寝るだけっすね。このベッドに入る瞬間のためだけに生きていると言っても過言ではないぐらいこの時間が一番幸せですね。おやすみなさい。